では我の力がどれほど大きいか、その体に思い知らせてやる。昼の帝王が現れた。なんかすげえダサい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回古代図書館で何やったムンババやっけあれを倒す方法みたいなのを探さんといかんってなっとったんやけど、このシケスビア雪原の中にあったありました。さあ、てことでこの中にあるんか。でも多分あれよね、本編で倒した時にはその倒し方で、倒してないんかな、倒し方変わったとかじゃないよね。まあ、多分私が記憶にないだけなんやろうけど、とりあえず、それをね、どうやって上上がっていけばいい感じ？ん？君は話せるスライムかな？ぽいね。この図書館の始まりはかなり古くてさ、僕ら魔物の親分と極悪非道の勇者が戦った神話の時代よりも前に建てられたらしいよ。その時代から少しずつ書物が増えていって、これだけたくさんの数になったってわけさ。まさに知恵の結晶とも言うべき場所だよね。うん、そうっすか。いや、そうじゃなくって。エレベーターみたいなんで上行くんやっけ？取ってないよ、この宝箱。ミミックとかかな？違うね、普通に。おお、お金やん。いるいる。大事大事。いや、装備とかやったらさ、今更この辺の取ったところで弱ってなるかもしれんけど、お金はいつでも必要。マジでさ、どうやって上行く感じ？あ、階段あるね。どこ？階段、あ、ここじゃないな。こっちか。もしかしてちょうどモモンジャが寝寄るところかな。この辺、あれ？あれ？誰も寝てない。違う、これ出入り口やん。違うわ。どこ？これか？なんか一個だけ赤い。森の守り神という本だ。あ、これ？この本？なんか仕掛けになっとんかと思ったら、この本自体か。これムンババのやつやろ？シケスビア雪原にある森の奥深くには巨大な獣が生息しているという言い伝えがある。もしかしてこれ2階とか行けんやつ？行けるよね。あと階段のマークはあるもんね。古代のクレーモランの人々は豊かな恵みをもたらす森の守り神としてその獣を崇拝していたそうだ。その獣の名はムンババ。長きにわたる研究の末、私は聖獣ムンババがどのように誕生したのかを突き止めた。意外なことにムンババは、もともと邪神の力によって生まれた、ムンババジャという魔物だったらしい。意外？もともとがそういうこと？あ、そうなんや。もともとなんや。それが何？おとなしくなってジャが外れとったっていうこと？ムンババジャは相手の力を吸収して体を再生するため、通常の攻撃や呪文では絶対に倒すことができない。ほう。だが、勇者が使う雷の呪文。あ、デイン、ライデイン、ギガデイン。勇者が仲間と協力して使う連携技、ミナデインでとどめを刺せばその力に屈するという。そしてその時、ムンババジャは勇者の聖なる力を吸収し、聖獣ムンババへと生まれ変わるのである。へぇー。なるほど。今の状態が元々で、これからなんか改心させる感じなんか。よしよし。でもさ、あれじゃない？元々、っていうか本編では普通に聖獣ムンババじゃなかった？違ったっけ？あれ？本編でもそんなことしたんかな？確かになんとなく戦ったような記憶はあるんやけど、なくはないんやけど、わからねえ。まあ、とりあえず、デイン系の呪文で、仕留めれば OK ってことやね。了解了解。どこかしら、ここか。でさ、ミルレアンの森に向かえばいいんよね。OK。ってことは、ここのさらに奥か。ゴーゴーゴー。次こそとどめを刺してやるぜ。あれ結構時間かかった気がするんやけどな、戦闘。
まさかのとどめね、決まった技じゃないと左遷っていうのがつら。終わり。あっという間、やばくない？ライデインに関しては3発なんやけど。イエーイ。ムンババジャは聖なる雷の力を吸収し、森の聖獣ムンババとなった。でもこれってさ、延々と経験値稼げる感じ？かな？見た目変わった？ちょっとよくわからない。ムフォフォ、ムフォ。ムンババは新しい自分に生まれ変わったことを喜んでいるようだ。ムッフォムフォフォ。どうやらムンババはアイラの役に立ちたいようだ。ムンババに役に立ってもらえますか？はい。あ、そっかそっか。もうね、すっかり何しにムンババをやっつけに来たんかを忘れとったわ。石の村の復興か。ムッフォムッフォ。ムンババに石の村で村人を守ってもらえますか？はい。おらん方が安心できるような気がするけど。ムフォフォ、ムフォフォーン。ムンババは喜び勇んで石の村に向かっていった。だって元々が凶暴やったって、ね。なんかいつ凶暴に戻るやろってなってしまうよね。で、以上？他にもおる？以上やったような気がするんだけども。ね、君たちももうやってきたし。以上かなぁ。ムンババーイ。あ、おった。見て、あそこ。崖の部分、ムンババオリオ見える？見守ってくれとる。つまらんくないんかな。まあそりゃね、村の方に降りてこられても、みんな困るかもしれんけど。え？あれ？なんか変わった？ちょっとすごい今更ながら。なんか変わった？こんなんじゃなかったよね。何この掲示板。村長からのお知らせ、村の外は魔物がいて危ないです。外に出るなら準備を忘れずに。え、わからん。前のやつがどんな、もっとボロボロやったよね。え、違うっけ？いまいちちょっと記憶が曖昧やけど。ルキ、ワンワン。やっほー。お主の探してくれた者たちの助力もあって、ようやく村が元通りに姿に戻ったわい。よね、荒れてないよね、今。いやあ、ありがとうよ。じゃが助けを求めているのはわしらだけではないはずじゃ。世界中がお主の力を求めておるはず。世界中からの期待に応える。それこそが勇者の使命というもの。辛いじゃろうが頑張るんじゃぞ。了解です。エマはエマ。あ、おったおった。お、あんなところに。よっちじゃねえか、君は。ベッドの上に。あ、宝箱あった。すやすや。むにゃ、むにゃ、むにゃ。まったく誰だよ。気持ちよくお昼寝してたのに。本当に寝てたんかい。と思ったら、勇士様か。合言葉も見つかったし、お昼寝してたんだよ。ふわー、じゃあこれを教えてあげるね。アユナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。呪われし姫君の祭壇のトロデン城が解放されたようだ。おー、なんか懐かしいね。え？あれ、もう、動画でしとったよね。え？してなかったっけ？あれはなんだ？個人的にやりよっただけやっけ？ん？動画？わからないな。その冒険の書の合言葉があれば、ヨッチ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう。僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。了解です。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。勇者様、これからも頑張ってね。ヨッチ村のこと頼んだよ。了解です。見てくれた、アユナ。あなたが人を集めてくれたおかげで、村はすっかり元通りになったわ。ありがとう。あなたにはまだ大変な使命が残っているのに、わざわざ私のお願いを聞いてくれて。あのね、これ、受け取ってくれる？これからの冒険が無事でありますようにって、あなたのために私が作ったの。お、アユナはエマのお守りシーンを手に、何シーン？ここを旅立つ時にもお守りもらっとったよね。あなたが全ての使命を終えて、無事に帰ってくるのを待ってるから。頑張ってね、アユナ。ふぅ、これでやっとか。
ゆな、いつでも戻ってきてね。私や村のみんなはあなたの帰りをいつまでも待っているから。あ、そうそう。テクさんが村の道具屋さんを譲り受けて、新しく商売を始めるらしいの。お店に顔を出してみたらどう？あ、そっかそっか。そういえば、移民になっとったんやっけ、テク。そうか、石の村で商売を始めたか。よいしょ。ヒノキの棒。今、ヒノキの棒。いらねえ。そしてお金にも対してならねえ。デクのお店は一体どこかしら？あのマークのあるとこかな？ん？違うか？道具屋さんか？なんかこの辺に立っとったよね、デク。これか？あったー。いらっしゃいませ。私商品いっぱい仕入れてきたから、たっぷり見ていってよ。それじゃ、ようこそよろず屋に、ご用は何でしょう？いや、いいです。いや、何かしら積もる話があるだろうよ。何普通に商売だけしようとしてんだ。デクさんはすごいわね。さすがお城下町で大きなお店を構えているだけはあるわね。私のやることなんてなくなっちゃったわ。職を追われてしまった。てか、あれなんかな。もうデルカドールの方でやりおるお店は奥さんが引き継いだってことなのか。そういうことなのか。で、ここが完成して、あ、そうそう。ヨッチのところに行こうとしよったよね、私は。ヨッチ、ヨッチ。あ、君か。ユシサさん、ヨッチ村に行きたいっちか？じゃあ、わしの力で、早速レッツゴーだっち。ただ、その前に今の状態を冒険の書に記録してもらってもいいっちか？うん、しっかり記録できたっち。それでは、ヨッチ村にレッツゴーだっち。おー、久々な感じがする。そうでもないんかな。さあ、次は、あれか。ドラクエ8の世界？かな？ククールとかゼシカとかがおったやつよね。どれなんだか全くわからねえや。違うね。ここは全部クリアしとんか。え？ぽやぽやなっとるやつがいけるやつよね。天空の花嫁ちげえな。エデンも違うね。セブンだね。あ、あった。呪われし姫君の祭壇、トロデン城。前の二つがない。行きましょう。どこからともなく不思議な声が聞こえてきた。私は石回り、月の光のもとに生きる者。運命に導かれし者よ、話を聞いてほしい。私の世界に来ている使命ある者たちが、そちらの世界へ帰れず困っているのだ。どういうこと？私の世界に来ている使命ある者たち？あたしらのことじゃなくて？他にも来とん。こちらとそちらの世界をつなげるのは、月の光によって現れる月影の窓のみ。それとも私たちに言いよんじゃなくって誰か他の人に私たちのことを話しよんかな。ちょっとよくわからないんだけど、状況が。しかし、何者かが夜の訪れを阻んでいるため、もう何日もそちらの世界は昼のままなのだ。どうか皆のため、夜を取り戻してくれないか。ほう。月の世界にいる使命ある者たち。月の世界っていうのはここじゃなくてまた別のところってこと？はい。ありがとう、人の子よ。夜の訪れを阻んでいる者は、トロデン城のどこかにいるはずだ。あ、倒せばいいんやね。くれぐれも気をつけて、月の加護が君と共にあらんことを。オッケー、オッケー、夜の訪れを阻んでいる者を探す。クエスト、閉ざされし月の世界を引き受けました。なんか不思議な感じやね。だってドラクエ8ってそもそも、ドット絵じゃないやん。元がドット絵じゃないやん。ちょっと待ってよ。どこ？あ、作戦替え。ちょ、アユナもバッチリでいいですよ。どこにおるんかな。あの穴落ちれるんかな。
宝箱がある。樽もいっぱい割りたい。お、魔獣の皮。あ、美しそう。信仰の種。入れないの？ちょ、速攻でやられるんやけんさ、ちょっと私に構わないでくれないかしら。みんな。ひたすら壊していく。この辺の本棚は？読めねえ。お、そこの階段から上がっていける？おお。あ、大抵こういうのってあれよね。玉座の間とかにおるよね、ボスって。これもそうなんやないん？なんもないんかい。29ゴールド処方。だってあっこに入っていきたいんやけど。あれはどこから行けるの？なんかこの辺扉ある？なさそう。ここは確実にここだけで解決するやつやろ。玉座の間あっちやな、きっと。とりあえずいろんなところを見て回りたくてこうやって回っていきよるけど。ただね、モンスターがめちゃくちゃ出てくるけんさ、ちょ、嫌なんよね。よし。ひたすら玉座の間を目指していこう。え？違うね。なんか屋上に来た。何これ？なんか召喚されてる？うつら、うつら。え？うたたね？は、我は昼の帝王。昼が続く限り世界は我のもの。あの方はそう約束して、昼と夜を入れ替える世界の呪文を授けてくださったのだ。夜が来た瞬間に、ラナルータと呪文を唱えて昼に戻す。これを繰り返すだけで、この世界は永遠に我のものだ。でも、一旦夜来とんやね。毎日一旦夜は一応来とるんやね。ふははは、さあ覚悟して表に出ろ。てか、ラナルータってめちゃくちゃ懐かしいな。確かにあったね、そんな呪文。え、いつの間にかあの呪文なくなった？なんか普通に、宿屋で休んだりとかして、ね、昼夜入れ替える感じやけど今。あの呪文なくなったっけ？では、我の力がどれほど大きいか、その体に思い知らせてやる。昼の帝王が現れた。なんかすげえダサい。いや、見た目も相まってめちゃくちゃダサいんだけど。なんかあれやね。若干プロレスラーみたいな感じやね。覆面レスラー的な。いけいけー。結構耐えるね。もっとあっという間にやっつけるかと思ったけど。うう。アルテマソード。結構なダメージ与えとると思うんやけどな。おお、やったね。まあ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 、でも早かったか。うおー、無念だ。世界を手にしたのに。手にはできてなかったんじゃないかな。だがこれでゆっくり眠れるか。別に、寝てもよかったんじゃない？そんなに？どこからともなく不思議な声が聞こえてきた。ありがとう、人の子よ。これでようやくそちらの世界にも夜が訪れるようになった。夜になれば月の光が満ちて、トロデン城の図書室に月影の窓が現れる。私の世界で足止めされていた者たちも、自分の世界へ帰って使命を果たせるだろう。すべて君のおかげだ。ありがとう。アイナはライトシャムシールを手に入れた。イエーイ。ここでの君の使命は無事に果たされた。だが、昼の帝王を送り込んだ者が、いつか君の前に立ちはだかるだろう。え？昼の帝王をこの世界に送ったのも、関係あるってこと？くれぐれも気をつけて、月の顔が君と共にあらんことを。
ウルノーガってこと？クエスト閉ざされし月の世界をクリアしました。イエーイ、夜だ夜だ。あ、宝箱ある。イエーイって歩き回りよるけど、もしかして敵出てきたりするかな。お、あー出てきた。ふぅ。じゃあ帰りましょうか。ふぅ、クリアクリア。さあ、それじゃあ行きますか。あ、戻ります戻ります。